はい、じゃあ録画の方開始いたしましたので、ワンピーツーピー決めましたら移動して、始めていきましょう。いやー、1回戦から熱い身内戦が始まろうかなというところ。え、頑張っていきましょう。いやー、いいですね。これ絶対試合終わった後どっちか濁ってますからね、これいや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 、ゴンザボローはお前ね、ギリティのね、未来はお前が背負っていくんだんすね。死ねって言ってましたからね大佐大人だから怒んないけど死ねって言ってましたさあ見ていきましょう。アキラ君見りゃパイリスカの大佐スレイヤー、いや絶対帰るの電車のあのパイルはねえよとか、そういった感じの試合になりそうですが、まずは気分よくいつもね、パイルの電車を迎えるために勝ちていきたいところ。3枚早い2段足前で止めてタンデム、エビを差し合い、しゃがみくらい確認、画面足。最近はあんま見ないですよ。谷さんは半年ぐらいまでなんかかなりメディア頑張ってショッピングぐらいやってたような気がします。さあ画面足ちょっと聞こえないが、画面足持ち合い、足前から前捨て、おっと映像上にゴールが足前までいけず、あー、ビハインすらディースで捉えて針投げて前ケース、おお使っていく、使っていかないで大差1ラウンド目で遊べる、かっこよすぎる。まとめ、奥まとめんだが怪しい、投げ返し、ちょっと苦しくなってきた。マスト回る後半だな、これ。マットムーン、センターン。ワイハイ。マットムーンから、全部中段。ブリッツー、これない誰だ、ブリッツ考えたやつと。さあ、切れていく。マスト回りますが、やばいぞ。マストに寄って、いいっすねゾンビワイハイと、ミキが優勝。刻んで刻んでロマンキャンセルからダストガード、ハッパシ確かに止めた、タッチハイ足払いしっかりガードするが返せ、あーっとマースト読んだが拾う、空投げ返していくヘリすぎましたね、ドタイムちょっと動けなかった自分に後悔しますか。これバースト足払い、さあ流れ変わったか、ヘンパー平日さん、これ見えないからと信頼していく、足払いガード、あーちょっとこれまずい、ちょっとゲージ上げがちょっと怖いですね。ワンパンチロマンキャンセルから、あーこれだけ、あーしかし反撃が安い、チャンネルワッパーハンチ勝ったのはイスカの大佐スレギアとなります。ルーザーズアキラ君ミラが抜け目なく色化も武器にする戦術完璧だな、教科書通りすぎるさあ続きましてアビハナさんとアタリガラスさんいきましょう。 A 番台、はい、いきましょう。いやー、ありがたいですね。またありがとうございます。目標大会初参加という方は、ハゲさんのおかげっすよ。ありがとうございます。やっぱ、怖いっすよね。普通に瞬間で、ね。やっぱ知り合いがいると、出やすくなるのかなと思います。本当に、これからも初中級の人はね、挑戦してもらえればなと、本当に思います。ありがとうございます。おかげで、久しぶりに、左と右、左右に、トーナメント表分かれる、感じになってますからね。楽しいです、やっぱ人がいっぱいいると。さあ、見ていきましょう。今日はなんか急遽仕事が明日休みになったということで、マルハンさんも来てるんでね、渡りゲロスさんとマルハンさんタイプ的には似てると思うんで、ちょっとね、この試合参考にしてみたりとかするのもいいかもしれません。
いやけどこの間就活さんがあの名前を変えられず4年目とかみたいな、いつの時から4年目とか、ちょっと途中級者大会出てた人はそんなにもうギリギリやってなかったからちょっと震えましたね、びっくりして、まだ1年2年のイメージだやばいやばいやばい、エハさんのポチョムキンです。スーパーが振ればいいし、なんと画面足サンタフ、ガンフレームはガード前に吸い込んでいく、ダメージをブリッツ取ってカフリール届いている、なるほど、ジャンディスナケロがちょっとここは遠い、それで DD もちょっと1秒だったらいけたか、もう声ですね、指導的に時間なのか、さあ立ち合い置き技で止めて立ち上げ、エンゲス、さあプレッシャーかけて画面端とピヨってしまったか、うわーっと目の前ちょっと絡めてしまった、少し恥ずかしいポチョムキンバスターミスでしたが、逆にいい感じにフレーム消費なんて一撃勝負が出てしまいましたと、勝ちましたのは阿部花さんのポチョムキンですね。たったったと、渡り柄さん3番のルーザーとなります。さあ続いて反対側、TKC さんのジャムと久しぶり参加の国さんのバイケンとなります。 A バンダイあれ国さん今の試合中かな、見えねえや、国さん、あ試合中ですね、じゃあちょっと声だけかけといてもらってくれると助かります。じゃあ先にこっちやろうかな、マルハンさんとハゲさん行きましょう。Guilty Gear Exile Rev 2 結構ね、そうさっき言ったように渡りガラスさんのタイプとマルハンさんのタイプがかなり似てると思うんで、このマルハンさんの割り切りのところをねうまいこと継承してもらえれば、ハギさんはもうなんか大阪さんって感じですね、雰囲気は。さあ、シビバースを打って、ここでファーストガード、ジャンピー、ジャンピー、バーフ、なんだこれ、いや、ちょっと理解できないですが、まあ、多分なんか やろうとしたんでしょう、タチケ返していく、ブラックホール、どうなってんの、それ、超速いんだけど、このファーフ、ジョニーのマイケル並みのスピード飛んできましたね。いろいろ奇跡が起きて、ジャンディ、ジャンディ、バフにいると、さあなんだかんだで、やはり今後は仕上げています、一本選手、マルハンソル、ブラックホールが珍しくファーストに、その上当たらないなら出してくればいいじゃないけどね、シンプルに考えれば、いやー、我慢、はい、ハフ、グリーンが、ダンフ、痛すぎる、ジャンディ、ジャンディ、リボルダーフェイントから、さあ、ソータ君、投げて、これはバギー2敗チャンディー、手だけのマスオ体力回復、さあ投げていく 25%、 あーとワイハイ画面端、今はそれが怖い、一旦距離を取る、チームは行ってしまった、ブリッツ光っている、ワイハイ挑戦、ゴーイング、いやーでも壊れ、どうする、ワイハイ危ない、もうこれは逃げられない、うわーダウンダウンがブラックホールで超速い、おーっといけるか、取り返したくない、ドラゴンインスパートどうする、消えるか、間に合うか、上、あーもう無理なにこれお前いつそこに着地したんだ、今どうなってんのこれ、ワープしたよねいろいろなんでこうワールド系プレイヤーが対決すると試合本当に荒れるんです、面白いですね、お互いいいところ出ました、マルハンさん勝利です、よく出しましたね、アゲスさんルーザーズ、はい、じゃあお、国さん声が出ない、国さん、TKC さん、バンダイでいきましょう、すいません、よろしくお願いします。あれなんですよね、ドラマティックフィナーレってあの、あ、イソに今添えちゃって、あ、じゃあ、ここに打ち合いましょう、はい、大丈夫か、はい、
じゃあ A 番台の方で、TKC さんとお願いいたします。あ、300回ですね。はい、どうぞ A 番台です。で、この P さんからですね、お土産もいただいておりますので、よかったら皆様持ってってください。そうそう、ね、話の途中だとドラマティックフィナーレはそのカメラが固定されるんですけど、けど今何だったんですかね。嵐を呼ぶ男っていうか、なんか萩さんも嵐呼んでたんですよね、ちょっとねちょっと見せられない感じになってましただけど、マルハンさんの1ランダも取られたくないバース良かったっすねああいうバーストはすごく好きですね。さあ見ていきましょう。 TKC さんのジャンプと、衛星、ケミさんの意見ですね。ケミさんがね、この通りいつものお土産を持ってきてくれましたので、よかったら皆さん持っててください。もう6人くらいやってるのか、ケミさんが感謝してます。上海マシュマレから溜めていきます。こちら激凛さあ、バーストガード激凛着地キャットセミ、そしてそのままくせみいきますが、中返し画面中央を畳み返し、ここはデッドアングル読んでいくスズラン画面足おさみ、うわ裏にずれ黄色から上海陽山戦、あーとバースト当たらず SD 決めつけしなし、素晴らしい。ニュースニュースで止めて走り込んでいきます。さあ前ハイ、ここはアザミを蹴っ飛ばしていきます。さあ2K 下段で崩して走り、回り込み打ちなし、 SD からの畳前ハイ、吉高ジャンディからの空中投げ、うまく捉えていきます。2ハイカウンター、おいしい足払い、 SD 飛ばして亀梨、さらに空中ダッシュ、これは決めてるか、ジャンプペースまで勝ったのは富士山の売店。 TKC さん2番の、間違えた、ルーバーズになります。2番はここ、武器がねえなら防具ぐらいつけるんだな、最もこいつで切れない。はい、ではですね、シードのプレイヤーを呼んでいきます。 A 番台一寸さんとイスカの大佐スレイヤー A 番台で、ルーザーズ、アキラくんミリアと TKC さんのジャム B 番台でお願いします。で、ここまでルーザーズあります。ギルティギアエクザーズ、さあ、一寸さんとイスカの大佐、スレイヤーとなっています。Heaven or Hell Duel One Let's Rock スレイヤーは少ないな、そういえば初中期あんまいない気がする。2、3年、ガンフレア、このジャンプフィー、そして足払いですね、この辺がやっぱスレイヤー見られるとめんどくさい。さあ、このサイズでバースト橋へ ES、 ここは上を見ている。ジャンケジャンピー K からさらに刻んで落とす、ステップ、おっと2杯止めたがちょっと難しい。さあ、ここからどうなる、ランフレットが取られた、 S ハイがちょっと高さ合わず、バフにいるジャンプで刺して前ハイから上を見つつフッシュ、ここはうまく飛ばしました。3杯からバックステップ、2杯スラグ、足元に返してパンパンチからロングステップ、削りかボールか、少し待って近距離です。ここは打たせました、一方選手対戦するイヤー。さあ、ちょっと火力落ち攻めが始まります。裏
け。さて前ハイから2連チレスで止めていきます。タッチピーからのイザンでジャンケジャンケ D が当たらず、マイピーよく取れた。ダメ足コンボ、ここでバースト使います。違う、前ハイ多いし、キレス2ハイ SSB リボルバー置き攻め、B1 枚 KC さん勝利となります。さあそして B1 枚ですが、渡りガラスさんと萩生さん行きましょう。ちょっと何か大事だった。マギーさあ非常に大きなダメージが続いて入るかというところですが、ここはちょっと高さが難しい。フットレスさけ、エース止めて前ハイにうまいジャンピー見ている。エースさあ捉えたい、画面足リボルバーからエース前ハイガンフレーク厳しい、耐えれるか。そして飛んだがこれワースト4でエリアルまで持ってきました。勝ったのは大佐スレイヤーですね。いい試合でした。一寸さんは5番ルーザーズです。近所に1万ヘクタール、はい、網浜さんのもじゃもきんと、てるるくんのメイ A 番台でお願いします。この後の試合が早本さんのレオと、国さんのバイケン、マルハンさんのソルと FME さんのポチョンキンと続きます。次にこちらですね。はい、この後 A 番台空いたら早本さんと国さんが A 番台です。チョンピオン vs メイメイ。さあ、網浜さん、こちらのキット、できるグッドメイ。プレッシャーすごいよね、ほぼ2019年いっぱいは何もないと思ってもいいんじゃねえかなって感じですが、なんで最近は1点が重く感じです。こっちをバス、画面端へ右、イエス、マイケ前ジャンプ、足割れからロマンキャンス、レース、ハイ、2ハイ拾い直して、さて、リバウンダイは、サクヤさん勝利、おめでとうございます。じゃあちょっとルーザーズ早いんですが、待っててもらうのもあれなんで始めちゃいます。渡りガラスさんと PKC さん、ルーザーズ準決勝をお願いいたします。あれ、これはやばいぞ。あー、ポジマス体力はまだ残る。先ゲージを持ってワークスキャプチャイが、喉おかしい。ただでもイベントだったら去年よりマスカで時が進んでたんだろうなって気がしますね。さあイベントが特にないのからですか。あーやばい、発表した速さでもないでしょうね。ジョニーシュー、グリッツ、上海足払い、体力が並んだ。助け、うまいこと抑えて前へ、飛びを潰しています。前へ、ギリ重ならず耐えて、ニッキーから下段崩します。しゃがみブリッツ、中段空中ダッシュ。さあこれバースト、レジャーレ、ハンマーホール、紫追いかけて追いかけて着地を取りたいか。バックステップ、デカピン、ここは奥攻め、オチョーバス、リバーサルのバックステップ、後ろがどうする。奥攻め、YK 吹っ飛ばしてきました。ハンターヒット、リバーサル何から出てきた、これもヘッドか。さあ、その辺、着地合わせていく。これもし、ハンマーホールでね、ちょっとね、攻めの機会を失ってしまったらしまいました。着地前を投げています。後ろ目が、これは読んでいた。レース、はい、ダメージ取って着地、ここはトリシューラー、そのまま橋へ。
敵に見せ前手からポチマスを飛んでいます。コマンキャンセル、なるほど、画面端へ。はい、じゃあ見て兵さんすごいね。最初に決定戦争に支援しております。通して3K、これ便利ですね。前目が1はここはめくらない、わかんねえ。あー、これはヒート、メリッツで反応できず、技は出てきた。あと一発、こけたら終わり。飛んでる S の空振り、刺していくのワンキャンセル。あーっと、これは持続たっぷり、素晴らしい。勝ったのはベル君のメイとなります、おめでとうございます。網原さんは、7番ルーザーズです。はい、お待たせいたしました、クリさんのバイケンと早本さんのレオ、A バッタイでお願いいたします。で、これで負けてしまった選手は B バンダイ一寸さんのソウルと、ルーザーズ1回戦をそのまま連戦していただきます。よろしくお願いいたします。Guilty Gear Who dares to enter the main Raiden Leo White Band Japan Leo versus Aiken Get Good luck さあ、早本さんと兄さん、初期に暗黒マッチが発生していたのは早本さん、おっと、遊びキャラ対決みたいになってますね。投げ返しに行く強気、構えピー、3番構えて、構えピー、ここは攻撃も投げてからしなきゃな、バーストアップ、アトップの形、しっかりガードからコンボ受けて、S、D からの、しかし、さあ、そっちが1番から投げ、痛い、高さも稼いで。一人を狙うか、ラストアタック、なんと、ナイゼンっぽい、通常っぽい。さあ、一本は、黄色い剣、奥攻めからそのまま殺しきりできました。ファイナルゼロだと、確かに少し、ポイントが少ないなって感じですが、画面端。クリスラークは、アザミ、取って走へ。宇宙でかいのはこれ、素晴らしいですね。スパイクはまあそうなんですけど、あー、いい攻めキック。さあ、下段型に吹っ飛ばして画面欲しい。ミョウさん、チャンピがしゃがんでいる。エンゲス、エンゲス、スズラン投げて、バーストはアザミで取って圧力フィニッシュ。取ったのはフリソンのワイケンです。早本さん、そのままルーザーズで一寸さんとお願いいたします。で、FMEさん、マルハンさん行きましょう。とっくに地獄に落ちてる、うん、ね、で、この試合、マルハンさんと FMEさんが、負けてしまった方が、アビハナさんと B バンダイで連戦していただきます。で、この試合が終わりましたら、イスカのトイサスレイヤーと、ゼルル君のメイと続きます、A バンダイ。さあ、1回戦、2回戦か、FMEさんはシードは2回戦、ラストの試合となります。すげえ楽しみな組み合わせですが、何も起こらずに終わる可能性もあります。最近はこの2人対戦してるとこ見ないからどうでしょうかね。トリシューラー、画面端はやっぱ知らなそうだ、あんまそのすげえ出し完成乗ってるブリンガーですからね。砂鉄動きを止めて足払い、さあジャンピー、最初は直がちょっと炎に戻っていく、さしく2手足払いからの足払い、立ち配空中出しピンクにボルフか、なるほど、ガンフレーバータイっぽい、立ち手投げ仕込みが投げ返されてしまう。ここは2敗差がつないでいきたい、勝ったリピーに勝って出せたら失敗、カフすごい加速してくる、立
止めて近づきましたね。エース、あーとこの高さでもしっかり決めてビヨっちゃう。これまだ大丈夫か。マイケル使っていく、フェイント、ファミール AP、 ライアト、ジャフィー止めていく。しかし全画面8ラスト無理やり走り持っていく。これバスト、マフニール停止にヒット、ジャンハイ高さは大丈夫。空中投げちょっと怖かったですが、空直急に冷静になり、ジャンハイから空中ダッシュ PSK、 タフ空だけのヒット、マイピー2杯、ジャンディジャンディハフ、これは死ぬかな。ボールか、減ったリスクゲージめちゃくちゃ溜まってたんで、後半の必殺技でダメージ加速しました。走るだけであればね、立ち合いすら食らってもノーマルヒットで終わるんで、今カウンターヒットを技を振っていたので気をつけましたけど、前半ありですね。ミス、ハーフ、いろいろ警戒した結果ハフニールが通るみたいな形なんで面白い。ハイグランドめっちゃ床でコロコロしてる。立ち合い止めて、あとここは動きたくなるところ、立ち系で潰していきました。勝ったのは FMB さんです、おめでとうございます。マルハンさんはこの後、相田大で B 番台ですかね、やります。アイモさん勝ち、じゃあ網浜さん、マルハンさん、 B 番台でお願いします。そして準々決勝をいきます。テルル君のメイト、イスカの大佐スレイヤー A 番台です。Guilty Gear Exhaust. Who dares to enter the main? Slayer. Japan. Slayer versus the main. Get ready. さあどうでしょうね。これ大佐スレイヤー対テルルメイ、大佐名戦はアホか、やってないわけじゃないのか。テルル君もね、火力めちゃくちゃ高いですからね、そういうコンボで死ぬってこともありえます。気をつけていきたいところ。後輩の手前負けられない。前ハイガットしてジャンハイ、危ない。ファースト読みつつ、しかし使わない。大佐大人です。助け。うん、はい。危ねえ。前ハイ止められません。あーっと、空中戦。バーストガード。前ハイ落として。あー、これは、前線。よしが、ビーステで、無理やり抜けた。前蹴、キングス、エンゲス。ラスト、補正切り。これは完走すれば死ぬか、さすがに残りそうではあるが、なんかボタンの連打も聞こえましたが、何も出ず、金に刺さって、まず1本、いつかの大佐スレイヤー、男は引けない時がある、素晴らしい、スタンプ、エスの範囲、さらに、落として、いけ、崩して、ロマンキャンセル、マイハイ。何指導とはいえ、いいヘリを見せます。中盤、わかんねえ。 SD のオブリションの足場に差し込み、カウンターヒット下手くそ、いただきました。さあ、ちょっと悩みましたね、大佐もね。届けたら今後もつい、なるほど。足を背負わしたいという気持ちもね、もちろんあったと思うんですが、ファーストアタック、ジャンプスにバーストを、クロス、ここはさらに工場ラッシュからの画面走り、
けマイハイ S ハイジャンディジャンディエンセンガおっとこれはね意外とねあのジャンプに殴りたいところなんですけど反応遅れてしまうとジャンプにガードさせられてみたいな感じで成り上がりますね。さあゼルさん勝ちまして準決勝進出です。それではケミさんのバイケンと FAB さんのボッシュ向き A 番台です。B 番台勝ったのはマルハンさんということで早本さんとお願いします。でそこも試合終わったらB バンドはもう使いません。Heaven or hell, duel, duel, one, one, let's rock. さあラストラストやっぱり下段ガサミってのがありますからね。中段はこちらが取れてきないというところで中段取り込みしてくるアリーダンスはバソンステガミストさあこれは止めます 2P 画面足好調なキンバスターザミを持ち上げまず1本 FAB ボショ品2杯からスドラン、ここは投げ返し、さらに足割り4つ、ダサの剣2点返す、耐えて、前、はい、ここはジャンプで回避しますが、投げ返し、背負う前に空中出しで追い返します、よしがかな、クーラー SPK から、ちょっと怖いですね、に耐えて、これ、キープキャンセルしないとダメない、マチキーから、ジャンプ返すから、潰して、オリシューからダスト1まずい前にちょっと動かしてエクセンドハムホールガードコンティールヒールキャンセル S2 杯畳み返しからクチャス受け身にキレ畳みヒットジャンケージャンディから SD からのこれは耐えてもう1回スドランバースト読みつき全身しっかりと壁コンに持っていきます1-1ハンドホール停止うまいこと畳み返しが噛み合いました噛み合いましたガタミガタミ広く再びダスト今大勝ったのはマルハンさんはい足持ち上げてさあ受けたいところさあもう B 番台シュートしませんうおなんか下でくるくる回ってるダメ押しラストぐっと怖かった体力一気に半分これは当たってしまった再びはいさすがにピオルダメデコピン前系トリシューラー勝ったのはFAB ボショムキンとなりました準決勝進出です。さあそれでは敗者復活決定戦を先にやります。 TKC さんのジャムとマルハンさんのそれ A 番台それが終わりましたら FAB さんとデルル君で準決勝2試合目を行います。で B 番台も使用いたしませんので設定変えます。ギルティギアエグザー Who dares to enter theSalt versus Gen. Get ready to roll. 今いるんですか？ああ、早本さんが息の根を止めてしまったと。消えろ。消えろ。こちらは、ルーザーズ、敗者復活決定戦です。TKC さんのジャムとマルハンさんのソル。どうだこれ。結構、炎に突っ込んでった。ソル使いは結構苦しんでる感じするんですけどね。まあけど、やっぱね、時間取れる技は、もちろんそれをどうぶち当てていくかみたいな考えになってきてるような気がします。特にマルハンさんの場合は。
ファーストエンターンジャンピー、ランハイからウォルカー叩き落として刻んでマスター、ウォルカー SKGS からちょっとあはは確認できてない。しかし反撃も難しい。安い空中投げ。しかし体力はあはは溢れる。これは一応対策であるらしいですが、見た目が面白い。ジャケリーダーを取られてしまったウォルカー、ダブルフェイント剣道で返す。ゲキリン持ち上げるバーストスカッシュ。ウォルカー主催はこれかも。ここね、ガンガン打ってきますね。でもボルカボルカって打ちまくった後にホルト張ったところで打ち負けみたいな上に追っていくのがうまい。打ち出して、はいはい、それは上から狙ってできるなっていうのですね。さすがにここは止められません。エンジェスタッチャイから上海に出して横から上海、空手負け。なかなかちょっと考えない DKC さんのジャンプ、ちょっと厳しいが、グランドリボルバーからバフニール、ゲージが減る。おーっとガードコースがめちゃくちゃ長い。まだ投げれない。 8K からリハイスが吹っ飛ばしてボルカ打ちます。エソボルカ上海剣道ガードしたのに食らってしまった。キャップをセミからのためて2敗足払い。ボルカここは対策しています。持ち上げてリキリンまで行けばあとはもう発生投げだけ。素晴らしい寿司。さあ長い長いメンスとなります。1日リボルバーでクッション潰してこの出した姿勢がいいですね。おお足払い、すごいところに当たった。移動した先、さあダウンし、ダッシュから投げ、展開が速い。佐々木君についていけない。自分からキャップ、便利ダメージも取ってためてパフニール追いかけていく。友人待って前火を来ましたが、こっちも刺しています。キャンセルすると竜神が飛んでくる。また天線が飛んでくるということで、かなりめんさい。これはあ残ってる、当たっちゃった。さあ割りそうしない。ちょっとこれは動揺してしまったか。勝ったのは、TKG さんのジャムです。おはようございます。決勝進出、燃やしすぎ。さあ、行きましょう。デルル君のメイタ FAB さんの持ち負けに勝った方が決勝戦に進出となります。Guilty Gear Exar Rev 2 Who dares to enter the mayhem? Jump! Arena Jump versus mayhem. Get ready to Heaven or Hell Duel 1-1.はい、では見ていきましょう。準決勝 FMB ファサムキン対デブルメイ。さあなかなか捉えづらそうな発射にしていきます。まあ、序盤 この垂直ジャンプ多めとかでヒートナックル生出しがちょっとおっ前方向ぶち当てきました。あっ近いから前系はここは高さが合わず押し合いを切ってキャンセルも仕込んでいるから言うのか。 S、ハイ、横、前、ハイ、打ち取ったら死ぬ。ハンマーホールがうまいこと当たりましたね。前ジャンプ当たらない。ラッキー三系。さあとにかく手数で勝負。画面押し、しかし通った時は痛いぞ。ハンマーホールが速い。空中にいる面を捉えてダウン押しにピーピーと刻んで 1-0。FMB ファサムキンが先制。しっかりと重ねて相手のリバーサル潰していって画面端。おはははすげえ当たりがした。トリシューラ、トリシューラ S ハイ ICBM お攻めはトリシューラ一つ重ねる形になっています。多分海が耐えない。しかし立ち寄せたら上から空中を通して中断、画面端に持っていく。ゲージも温存しつつ端へ行ったら一気に放出して殺しきる。3番さあおいしい落ち着きます。あーとは投げしっかり対策している。ちょっと高みが怖かった。前 P から前ハイ浮かして前ハイまで決めます。し
っかり対策してますね。ナイガンは何回しかできるんですが、セットプレーからできるんですね。さあここで上半身出そう。ガンダッシュ、ここはしっかり飛んでいますが、タッシュ範囲、タブイカ、2球で止める。うーっと、位置が入れ替わる。バスは気をつけないといけない。画面端足払い、飛びたくなるぞ。これバスト空中でガード、リードキャンセルしてジャンプキャンセル、逃げた目に追います。はい、これが空中投げ。あー、はい、危ない。ここでチャンネス、タブイカ潰して耐えられてしまいますが、ここヒールキャンセル、ジャンピー畳んで潰します。続いて足払い、前に来た。これはオプラー通してしまった。あー、なんちゅうもんが飛んできた。届かない。立ちハイソラが置いてある。勝ったのは FAB バシャムキン。ちょっとそうでしたね。とんでもない当たりましたが、さあそれでは決勝進出決めたのは FAB ボジャムキン対、TKC さんとジャム、 TKC ジャム対 FAB ボジャムキンですね。2試合選手となっておりますのでよろしくお願いいたします。じゃんけんしまして A 番台 1P、2P 決めましたら席についてスタートボタンを押して始めてください。あれはどうだったんですかね。 ICBM をこうノワンキャンセルして完成つけた感じにしないと無理だったんですかね。そう、かわいそう。位置入れ替える。多分 それだけのスライド時間はなかったかなって感じがしますね。さあ7月25日、高田馬場美香の目標真空大会 TKC ジャムですね。見ていきましょう。1試合目、2試合選手の決勝戦。バーストガードからヒート、エクステン体力半分、イレイレイ、ハンドホール。やはりこのハンドホールね、突っ込んでくるのがきついですね。リスクを背負ってもローメイスのハンマーホールってやっぱ増えてきてますし、これを展開するとこんな感じでさあ、そっちが少しギリギリ待って、まで待ってバックセットとかしたいところなんですけども、展開がやっぱ早いしな、キードキャンセルがあるおかげで。はいはい、優しい、溜めていく。ジャンディーがどうさせるのか、画面端、タッチハイ、バックステップ、タッチ系を着地に合わせて、20まで。うわっと、まずか。バックステップ、走り込んで、リーナス、レッジアート、イレーション、ヘンロー、ウィクリン。これは投げていく。呼んでいた。あ、まずい、やっつね。サロメシ、エンジですから、リュウジン乗せて画面端、ヤハイサが白いから、リュウジンドマン、リクリンで崩します。刻んで、これは殺し切り成功、シンシン。さあこれはバックストップ、さっき言ってマウンテンハンマーホール、ダメージもアップ。上海送る形、立ち返りから細かく刻んで、ピピ止める。さあダッシュの延期です。意外とね、ちょっとダッシュでこう距離稼いでるのもあるんですよ。そういう選択が当たってます。はい、おそらへミス、友人で戻ってくる。あっとミス、難しいのは立ち前、前ハイでダウンを奪ってゲージの回収を決めますと、冷めた友人は使えるか、後ろ目が読んでるか、展開が早すぎる。大ガンをとりあえず打ちます。ゲージの50、回収届かない。アームホール、ヒートバックラッシュ、前ピーちょっと早かったが届いている。
あーっと無理やりダメージ稼いでトリシューラ、ここは冷静助け方の投げ、ミハイスラバスを当てなさー、ここが追加のサンス追撃に対してのバーストでしたが、ここは空振り先鋒、戦じゃねえや、まずは第1試合、勝利したのは TKC さんのジャムとなります。Guilty Gear Exhaust. Who dares to enter the main? Jump, jump. Jam Club Arena. Jump, jump. Versus Jam. Get ready to roll.さあ、やっていきましょう。第2試合、さあ、マミーからの追いかけ投げて、よいしょと仕上げ、これはそう、支配優勝に頼むのか、遠距離さっさと巻いて前へ優勝に変動撃に、よしと、マグシの終わりです。すごい潰し方して。アップホール、S 範囲で ICBM まで。前、ピン変動読みか。しかし、距離です。この、アクセル中段、なるほど、下段、刻みます。TP で動きを止めて、前へ行け。ポッキーが届かない。歩いてヒートは、ここは打たず、龍神まで。スカスト中央へ。はい、これは潰せない。おお、すげえ、これ操作したね、今。さあ、イゴクシロシブリッツを狙ってましたが、ここは手を出さず、バーティー系シーンから読み合いに制して、まずは優勝エリーチを攻めてきます。ハマッ、ここは投げていく、見て、エンス龍神、あんまホールはちょっと焦せず、上海、すごい速さに打っていきます。ドバビケット飛ばして画面端にシャガハイアショライ、これはダウンを締める、2枚すらでかいな、ここまた刻んで走れ、このままいけるか、アンマホール龍神から撃沈、このまま優勝をためて次の攻め、バックステバスター、さあ、一致が良かったが、そのまま中段バーストは耐えられず、ヒート届くが、どうだこれ、あーやってしまった、高さが合わない、トリシーラーバーストゲージを全て失った状態で最終ラウンドに続きます。クーダン、うまい、蹴り上げてキャップを全部ダメージアップ、さらにはめていく、すげえ当たり方、エピーからちょっと合わない、さあ、はい、さあ、エースでしっかりとボタンを押して押し返して画面端、元気です、対する発想前に潰した形、何を選ぶか、ハンマーロマンキャンセル、ジャンエス、ジャンハイ、今すげえな、今、さあ、王様まで決めて勝ったのは DKC さんでございました。保証金マスターの空振りに残った後ろの剣を殴ってたね、すげえ面白い当たり方しました。さあ、というわけでね、本日、25日の木曜シングル大会優勝は TKC さんのチャンピオンとなりました、おめでとうございます。さあね、先週から引き続き初中級の方もシングル大会にね、かなり参加してくれるようになって人数も増えてきましたんで、ぜひね、皆様も参加していただければと思います。来週はもう8月かな、7月もそうですかね、そうですね、8月1日になります。8月も盛り上げていきましょう、まだ終わってないけどね。はい、というわけで、この後は A 番内の設定変更して後試合を閉店まで配信しておりますので、よかったら皆様遊んでください。お疲れ様でした。Guilty Gear Exhaust.